れ様です。メイク崩れが凄まじいですが、まあまあまあ、みんなならそんなみーちゃんでも可愛いって言ってくれるでしょう。よいしょ。そう、本当はベレー帽外す気満々だったんだけど、正直ね、正直ベレー帽外して配信するつもりだったんですけど、そう、あの一日あのベレー帽をかぶってたがゆえ、帰り道っていうか終わってベレー帽を外そうと思って外したら、一日ベレー帽をかぶってたがゆえ、ここが骨格がすごいへこんでるの。だから髪の毛がね、後ついちゃってほわーみたいな、なんかすごい形になってて、あ、これ私今日一日帽子かぶってないとあれだと思って、そうっていう理由でした。っていう理由から、そう、肩がついちゃったので、ちょいと、はい、帽子をかぶって、正直やむ、そう、やむらしい。全然外す気満々でした。写真写真、そう、ベレー帽型。お話しありがとうございました。楽しく、あ、こちらこそです。かわち、昨日は久しぶりライブ見れて楽しかったです。またどこかで。絶対結構1年後とかじゃん。もう私に会いに来てくれないじゃん。文学少女。あ、今日はね、あの漫画の日ということで、一応漫画家さんを意識したんですけど、思ったより洒落た感じになっちまった。そう。思ったよりシャレた感じになってしまう。ちょっとあのインスタをね、ちょっとあのお話し会がさ、全日程終わったの今日だからさ、まあ、今日中にその全日程ありがとうございましたの投稿もインスタちょっと今日中にしたくて、そういうのを踏まえたらちょっと11時15分とからへんには終わろうかなって、0時までにあげたいのでって感じでございます。今日ずっと目がコロコロしててダメなんだよね。多分コンタクトとか、ね、入れたタイミングがちょっとゴロついてたから、なんかダメなんだよ。 あと私見てください、なんとあの明るさを調節できるライトをゲットしました。あー、もともと持ってたんだけど、そこはちょっと寂しいな。もともと持ってたんだけど明るさ調節できなくて照らされまくって、目が終わったら目が痛いって、ほんとムスカ状態、目がってムスカ状態になってたので、ちょっとゲットしました。なのに、あ、新たにゲットしたのに1回目に買ったやつより安いやつで、安いのでこんなにいいのあるじゃんと思って、ムスカちゃんって言おうとしたときさっき、テレテレって、みなみはレベルが上がった。帽子に合ってて買う、ありがとう。美白、そう。別にライトがなくても美白だもん。ああ、本当あの前買ったやつはもう通常営業でこれしかできないみたいな。そう、眩しいじゃん。これくらいがいい。だから私ちょっと手持ちで配信するのがすごく楽でさ、女優ライトあるんだよ、でっかいの、けどいちいちちょっとなんか組み立てるのがめんどくさくて、そう、だから手持ちでやりがちだから、でも手持ちの時にそうなると漏れないからさ、だからちょうどいいのを見つけてしまった。さあ、あとちょっと初期アナウンス
2月じゃない7月15日にタワーを建ててくれた菊池さんいらっしゃったらコメントをタワーのお礼を後日書くと言ってからの初めての配信なので書きました。お話が終わっちゃったよ、寂しいよ。本当になんか何人かには言ったんだけど、私って多分本当みんなが思ってる以上にみんなに依存してるよっていうなんか私って強い女だとは思ってないけど、もっとなんだろう、みんなのこと大好きっては思ってるし、みんなに支えられてるとか、みんなのおかげっては本気で思ってたけど、今日よりそれを実感したというか、あ、私無理だと。お話し会多分さ、最短でも8月はないねってみんなと話してて、そのシングルとかアルバムなのかも分かんないけどね、お話し会が次あるとしたら8月はもう土日がフェスとかツアーで埋まってるから8月はないねみたいな。そうだから1ヶ月はさ、最短でも1ヶ月は空くことが確定しててさ、でももうやみそうそう、やみそう。本当になんかお話し会で元気もらってたというか、基本闇体質なんだけど、そこでみんながめでてくれたり、この前の公演良かったよとか、自分がちょっとこれダメだったかもっていうとこ褒めてくれたりして、あ、じゃあその私が悪いと思ってたのは、ちょっと自分をちょっと自分で落ち込めてたっていうか、落とし込んでたっていう、だからなんだ、もっとポジティブに考えていいじゃんみたいな、そういう風にも考えることができてたから、病んじゃう本当に。一回私何人かに、これも何人かにも言ったんです、8月病むからよろしくってどういう宣言だよみたいな、おしめにそんな宣言されたくないと思うんだけどそんなに言わないで、ごめんそうでも本気なんだよ、8月絶対やむからみんな面倒頼んだっつってそう、やだね、そんなおしめにそんなこと言ったくないねいや、やむよ、みんなと1ヶ月前し、そこでいつも元気もらってさ、みーちゃんはやっぱ好きとかさ、みーちゃんに活力もらってるとか言ってくれるからさ、あ、みーちゃんでそんな大層な存在になれてるんだ、嬉しい、もっと自信持って頑張ろうみたいな、自信持って頑張ろうってお話し会のために思えるのにさ、それがないなんて信じらんない。依存した より依存してた、自分が思った以上に依存してた、怖い8月が怖い。確かにツアーとフェスで盛り上がってるうちに9月になりますわよ。まあそれもワンチャンある全然元気かもしらんツアー楽しい、やばい、フェス楽しいって実は7月より元気かもしれない大層な存在です、ありがとう。そう確かにありえるな全然ありえたな。守ってあげてえな。あ、そう、私守ってあげたい人ですか。結構私ってなんか守ってあげたい女子とはかけ離れてるって自分で思ってたんだけど、山田くんみとき、山田くんも全部読みましたもん。もうツアーで会えるじゃん。なんかツアーで会えるとお話し会は違うくない、話せないじゃんてかさ、ツアーの感想聞きたいのに感想聞ける場がないって何何、感想聞きたいのに、感想聞きたい系の人なのに、求めマンなのに、感想求めマンなのに、聞ける場所がないの、なーにみんなその間ツイッター、SNS フル稼働してください。みーちゃんに向けて毎日タグ付けして喋ってください。ハッシュタグ石田みなみ、ハッシュタグお手紙待ってます、みーちゃんへのお手紙待ってます。この配信で聞けるやん、まあそれはコメントできる人のセリフですね。でもそれはとてもありがたいんだけど、私のファンの方はね、そういう私のファンの方ってなんか分かりやすく言うと100ゼロっていうか、自分できますっていう人とできませんみたいな人がいて、本当に半分ぐらいは
配信コメントしないんだけど見てるよっていう人半分は多いか、そうっていう方もいるんですよ。そう、自分コメントは一回もしたことないけど初期から見てるよっていう方もいて、そう、そういう方の声は聞けないから、でも言える人は全然配信で言ってほしい、それは待ってる。そう、100の人たちでも0の人ってなんか悪いみたいだからさ、ちょっと分かりやすく言っただけで、いえ、コメント苦手だわっていう人も、私もそういうタイプだから、私はどちらかというとそっちの方と同じなので、全然理解必要で悪くないのでそこは気にしないでください。そう、シャイなのみんな可愛いですよ。シャイな可愛いんですよ。あ、自分もワイカシャイ、そう、客観的に言った感じね。そう、まあそう言える人はもうコメント求めてるけど、まあでもツイッターとかの方がやりやすいんじゃない、他の人にこう見られるコメントより。しかもさ、ショレム文章あんま打ってないじゃん、頑張って打ったらもう次の話に行っちゃったみたいなそう、あー寂しい、あー寂しい、あいてててあごめんそうなのよ。ツイッター？あ、残る？なんかツイッター全世界公開だけどさ、ファンの私さ、わかんないんだけどさ、みんなも私の名前で検索する？じゃあ見られちゃうね。ハッシュタグお手紙見る？じゃあ見られちゃう。今日は通信制限中ですが、あ、でも声とかはしっかり聞こえてたから大丈夫だって。ありがとうね、通信制限の中頑張って接続する場所探してくれて、最後ちょっとブツって切れちゃってね、それだけはちょっと寂しいなと思ったんだけど、これ対戦のコメントで登場してくれてよかった。あ、するんだね。あ、じゃあ見られちゃう。私はさ、石田みなみだからもちろんするんだよ。でもするのかなとか思って、まさしく私も渋谷渚って検索してたな。確かに確かによかった優しい、ありがとうね、わざわざコメント。あと私はなんか1000人未満のないものねだり、1000人未満だからこそ言えるないものねだり、みーちゃんも乃木坂さんのコンサート行きたかった。みーちゃん申請出したんてたんだよ、出してたの去年もね、行ったの去年もね、山下美月さんとね、斉藤飛鳥さんの上りの前で写真しっかり撮ってねしっかり撮ってね、グッズ持ってね参戦してたの去年。トリンギョから見てたの、トリンギョのあれも貝から飛び出てきた飛鳥さんも見てたので、今年も行きたくてね言ったの。分かりましたって言って、多分みなみさん一番でしたって、一番なので多分いけますよみたいな感じに言われてたんだけど、マネージャーさんも忘れてて、あ、みなみさん15振り替えで16スパークですって言われて、はっはっホットだってでもね、私もファンの自分もいるのも事実だけど、私自身もアイドルだから、まあ、同じ日にまた違う場所ですがアイドルとしてファンの方と会えたっていうのも幸せなことなので、そう、ないものねだり、そう、多分スパーク出演できてなかったら出演したいと思ってたし、でないものねだりです、どっちも必須だから、体が2つあればいいのになって、恐怖昨日ほど思ったことはないよね本当そうね、またの機会があるといいし、そう、全然違う件も普通に、でも落ちちゃったんだよね、普通に当たらなかったから、違うなんかね、来月のスケジュールも自分自身も分かんないからさ、でも配信だけはちゃんと見てる、だより切ない体が2つ欲しいけど、めっちゃ山中湖めちゃくちゃ楽しかった、そう、いろんな災難もあった、そう、靴底外れ事件靴底外れ事件よ。え、
私なんか配信のアーカイブみたいなのをちょっと見てたのよ。だからね、みんなさ、結構配信見たぜがさ、これちょっとメールでしか言ってないんだけど、そう、私2曲目ぐらいから靴の靴底がなんかちょっと外れじゃなくてベロンベロンになって、その滑り止めみたいなついてる黒い部分が、そう、靴のベロンベロンベロンってなってて、2曲目ぐらいに撮れて、結構今日お話し会とかで、ね、これちょっとメールには撮ってるしか言ってないんだけど、そう、なんかそう、お話し会でね、そのメール撮ってるぜがね、そのそれを踏まえた上で配信見たんだけど、全然気づかなかったよみたいな、大丈夫って本当に分かんなかったって言ってくれて、でちょっと私もそういう後々ね、そうアーカイブっていうか、その撮ってくださってたやつを見たんですよ。で今息をする心を見たんですけど、息をする心のなんか息がててて、ちゃ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 、あー夢の中ならのあーで走るとこの私、めっちゃ靴底ペロンペロン映ってて、あペロンペロンなってると思って、でもね意識してみるとね、移動してる私の足元見たらね、なんか靴から付属品がなんかトロトロトロってなって、そこを見つけて、あっと思ってベロンベロンなってる。でもめっちゃ怖かったの、移動するとさ、そのベロンベロンの部分がさ、ちょっと剥がれてるくらいだったらこのまま保ってくれるんだけどさ、こう剥がれてやってるからさ、こう丸まったり、その逆も丸まったり、ちょっとこっちは 手の可動域的に曲がらないんだけど、そうなんかいろんな曲がり方するからバランス崩すみたいな、だから走るのと飛ぶのがすごい怖くて、あと回るのがすごい怖くて、でもさ、あー夢のなんか走らなきゃいけないから怖いと思ってそうだから、めっちゃボンボンなってさそうこけなかったですね。さあっていうびっくり事件で、それもで、それの何が怖かったって、捻挫してる足なんですよ、右足全部右。そうだから今日私は右半身に幽霊がついてるのではっていう話にまとまったいやほんとやけども右手、足も捻挫も右手、靴の靴、これは幽霊か、幽霊のやつ仕業か分かんないけど、ベロンベロンもそうだし、そうまたそう、でも左足もあざあるから関係ないわ左足もでっかいあざがあるんだ、関係ないわ、ただドジなだけだ。でもまあ靴のベロンベロンに関してはドジ関係ないんですよ。盛り塩しか、なんか盛り塩したら逆に怖くない？なんかメンバー何人か盛り塩してるんだけどさ、盛り塩したらな、逆になんか近く感じるというか、その怖くない？そう、で左足のあざはひなちゃんと東京リベンジャーズの映画を見に行った時に一緒にプリクラ撮って、なんかそのプリクラになぜかなんか子供用なのか踏み台があって、出口にその踏み台を向きガーンって蹴って、あうってひなちゃんがにひーってめっちゃ痛かった。めっちゃ大きい技できてるからね、しばらく公園ないからバレないけどさ、足別に見せないからバレないんだけど、公園行きたいけどしたいな公園話が飛び飛び、そう、富山森城いますよメンバーに、めっちゃ痛かった。てかひなちゃんと思い出したんだけどね、今日葵ちゃんと途中まで帰ってて、でなんかリコチとかも途中まで帰ってたのよ。でなんか、まあ、葵ちゃんと喋ってた時になんかリコチがひなさんがなんかひなさんが推しメンですみたいな、なんかどういう理由でみたいな話をしてて、いやひなさんなんかひなさんは私の師匠なんですみたいな、あそういえばそういう公園でそういうくだりしてたねみたいな、なんか可愛い、あなんか可愛いアイドルとして可愛い師匠がひなで、それをなんか習いたいリコチみたいな講座があって、もう本当に師匠で可愛くて大好きですみたいな、だからそのひなさんは推しメンなんですみたいな、そう言ってて、だから葵ちゃんがめっちゃわかるみたいな、ひなちゃんなんか私もひなちゃん推しメンって横で言って、待って葵ちゃんのそれは初耳だよみたいな、
なんかリコチはその言ってもともと言ってて、で私はなんか人として好きとかめっちゃ言ってくれて、葵ちゃんのこともかっこよくて好きって言って、誰でも言うんでしょうって言ったら、いや意外に言ってないんですみたいな感じ言ってくれて、まあリコチも私を好いてくれてるけど、まあおしみはひななんだなっては無理解できてるんだけど、葵ちゃんのそれは初めましてだよと思って、葵ちゃんに、え聞いたことないけどみたいな、え葵ちゃん、私は葵ちゃんにとって私の存在はって言った、え友達って言われてなんかみんなからしたらかわいそうかもしれないけど、メンバーじゃなくて友達って帰ってきたのが嬉しかったって嬉しくない、友達って嬉しくない、なんかメンバー通り越してる、なんかメンバーってなんか友達よりちょっと浅いというかさ、なんていうの、そんな メンバー浅くないんだけど別に、なんていうの、そう言われて、切り抜きから知りました、切り抜き、私に切り抜きなんてあるの、それはちょっと初知りそう、友達って言われて、そう、えじゃあ遊びに行こうっつってやそう、お出かけの約束をしたでも葵ちゃんとはめっちゃいろんな約束してて、あそうね、同僚と友達だね、確かそう、友達ちょっと嬉しかったから、今日配信で言うおーって言うんで宣言してきた、今日言うから いいよねって言えずにいいよそう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 、嬉しかった、とてもとても嬉しかった、そう友達って嬉しいよね、分かった、よかった、みんなが友達っていう言葉のなんか尊さを理解してくれてなんか言葉だけ聞いたらさ、ちょっとアイドル世界推しメンじゃない、かわいそうっていう感じでなんかいじられるかなと思ったけど、思ったより尊さを、友達っていう言葉の尊さを理解してくれて嬉しい、その逆のコメントはもう読んでないもんいじる系のコメント私はもう頭に入れてない、みんなのいいプラスなコメントだけ拾っていけますオタク同士もオタクと友達は別のみたいなことあるよ、おいいじゃん、友達いますか、私は多分友達できない人だわ、そういう推し活で、昨日白 T デニムにサンダルキャップでした、なんで知ってるの、あ、みつきのメールだな、あ、みつきにその写真送ってもらってない、あー、そう、美術館の写真も送ってもらってない、あー次会ったらイヤドラしてもらおうそう、みつきの携帯で撮ってることが多くて全部もらってないわあ、いいよ全然、何も悪くない、みつきも悪くない、私が言うの忘れてた、ちょうだい、私のさ、ちょっと世に出る前にさ、もう自分でもしかして世に出るかもしれないからさ、世に出る前に自分でちょっと白状することがあるんだけど、白状って言ったら悪いことしてみたいなんだけど、なんか SNS とかでさ、なんかちょっとやっぱ心ないコメントとか、心ないリプとかをさ、なんかする方がいてね、で結構基本的にスルーするんだけど、結構悩みで、やっぱ気分的に落ちてる時にはなんかそれがすごい響いちゃったりとか、なんかね、アンチとかっていうそのなんかあれほどではないけど、多分なんか私なら何でも言っていいみたいな感じの感じで傷ついちゃってて、でも私なんかそうブロックとかも好きくないし、ミュートとかも好きくないからやってなくて、でもちょっとなんかどうしよう、本当にちょっと傷つくなみたいな、なんかそういうブロックとかミュート以外にまた違うそういうなんか方法とかないのかなって、その人のそういうコメントのなんか 点線みたいなとこ押したら間違えて一回フォローしちゃってあーと思って、しかもそういうなんか普通のみーちゃん大好きのファンの方じゃなくて、そういうやつを間違えてフォローしちゃって急いで外したんですけど、そう間違えたと思ってそうだから、もしかしたらね、なんかファンをフォローみたいな、もしかしたらこの人ファンフォローしますやろ、なんかなったら嫌だなと思うから自分から白状したそう通知行ってもったと思ってそう、でも全然ね、その悪い人じゃないっていうのも理解してるから、そうなんかよりどうしようかなと思って、まあ何も結局してないんだけど、そうっていう、やっちまったぜって
最近のやち、あ、そう、だからちょっとなんかそれ以上にまあみんながね嬉しいコメントとかリプとかをしてくれてるから、まあ大丈夫な時もあるんだけど、落ちてる時もあるから、ちょっとね、でもみーちゃんあれのブロックとかミュートとか好きかなくて、なんかそういう度が過ぎてるやつとかはブロックはでもしないんだよ。ブロックってなんか怖いじゃないですか、相手に通知とか分かっちゃうから。そうだから、例えばなんかめちゃくちゃちょっと本当に何だろう、なんかそういうファンの方とかじゃなくて、それこそあのバズってる系の動画でもさ、なんかよく私がそういうミュート対象とかはさ、なんか変な、なんだろう、バズってる系の動画でなんかどこどこの学校のなんか何々高校何年生の生徒のなんかそういうちょっとした小競り合いみたいなさ、そういう暴力系のやつとかはすごく嫌いで、でもなんかフォローもしてないし、そういうのも検索してないのになんか流れてくるから、そういう系はミュートにするから、まあ、ミュートがゼロではないんだよ。でもファンの方とかはさ、あれだからさ、そういうツイートはしてないからさ。そう、だからちょっと難しいね SNS って難しいね なんかなんか私はもうタイムラインにみーちゃん褒めてる言葉と猫しか猫って犬だけ流れてきたらもう幸せ 傷つかないようにするには見ないのが一番。別に自分から検索してないんだよね。リプをさ、みんなのリプを全部見たいから、リプとかインスタのコメントとかを見たらさ、全コメント見てるからさ、見ようと思って見てるわけじゃないんだよ。そう、まあだからまあ難しいね でもまあみんちゃん、それ以上にもうただでさえ愛を伝えてくれた、優しく言葉をかけてくれてますが、車でいいじゃんに お待ちしてます メンタルをちょっとレベル上げしか、あ、私が悪いんだ いやー、私は別に悪くないと思う。そういうコメントをする人を否定もしないから肯定もしたくない。今日みーちゃんに過激なコメントやめなさいって言われて気をつけましたなんて、この流れで言ったらあなたがそういうコメントをしてるみたいだわ。うん、あなたはそのコメントをして優しい人よ。全く違う意味のかね、意味ね そういう全く違う意味ね、違う意味のやめだ、やめんさいっていういじりのやつだから、もう勘違いされちゃう、私が否定しとくわ、この人はとてもいい人よ そういう人じゃないわよ、ちょっとこの流れでね、過激って言っちゃうとそういうこと言ってるようになっちゃうから 私が否定するわ もちろん、まあでもでも、まあまあでもでも、みんながそれ以上にいいコメントしてくれるって約束したから 約束したからいいや 自分だったらごめんなさい、違うよ、あれか、リコチいじりしてるからだ 悪いことだと思ってんの 大丈夫、それじゃない、それに対してはあの何か思ったら、あら本人に言えるぐらいの関係性は作ってきたでしょ、そんな配信で言わないわ、なんか今日お嬢様言葉なんだけど もうこれに関して何か思ったら直接「こら!」って言える関係は性はもう作れてると思っているわよ、大丈夫だわよ、大丈夫だわよ、褒めて伸びる子ですな、正解だわよ。みーちゃん怒られるの苦手。なんか怒るのも時には必要っていうこともわかるけど、怒鳴る人苦手。ちゃんと怒鳴ったら感情論で喋ったらいいこともなんか伝わらないじゃないですか。冷静にって なんだっけ、冷静に。なんだっけ、チーム B だっけ？エンジニアあるよね。チーム B。
私怒鳴ってる人が苦手なのよ。お嬢様っぽい、私お嬢様っぽいの思い出したんだけどさ、あの過去にね、小学校の時にね、私あの一時期ね、ひだめなみんちゃんお金持ちって噂が流れたことあって、まあ、正直あの お父さんお母さんには申し訳ないんだけど、別にお金持ちじゃないんだよ。本当一般家庭の、本当になんだろう、一般家庭に生まれてきたんだけど、石田みなみお金持ちって噂が流れたことがあって、小学校3年生かな、未だに覚えてない。なんでかっていうと、でママがすごい黒いなんかモコモコのファーコートみたいなのを買ってくれたんですよ。で正直まあ可愛くてめちゃくちゃお気に入りだったんだけど、まあ、正直言うと別にそんなお高いものではなかったの。本当3、4千円はちょっとお高いものだなって言ったらちょっと長いかもしれないけど、まあそのコートとかで言うとその高くない 3,4 千円 5,000 円ぐらいの、万は行ってないぐらいのやつだったと思うんだよ。そう、子供用だしね。そうで、でも私はその可愛くて着てたら、その値段に、そのお値段以上に見栄えがすごく良かったのね。そのファーコートのふわふわが、だからなんかファーコート毛皮みたいな感じで、だから石田みなみは小学校に毛皮のコートを着てきてるってなって、その小学校3年生の男子生徒なんてさ、いじくってちょっかいかけるじゃないですか。なんか石田ってさ、毛皮のコート小学校に着てきてるんよみたいな、なんて、なんか石田みなみお金持ちの噂が流れてママに言って、ママってなんかね、このコート着てたらね、お金持ちって言われるのって言ったママがね、それ何円だよって笑ってた。ちょっと値段覚えてないんだけど、それ何円だか全然そんな高くないのにねって言ってママが笑ってたの思い出した今。そう、思い出したわ。なんか見栄えで人の印象なんてどうとでもなるから、少しでもみんなにいい印象を持ってもらうため、みーちゃんはこれからも身なりを整えて絶対すっぴんで配信しません。みーちゃんすっぴん見せないねで有名なんだけど、絶対すっぴんで配信しません。あと切ない話、切ない別にそんな気にしてないんだけど、気にしてないからあやれ見えるんで、今日はさ海の日ツイートしたじゃないですか。あ、メールは送るメールは、あのメールはだって好き、みーちゃんのこと好きな人しか撮ってないじゃん。なんかすっぴんでも可愛いって言ってくれるかなと思って、全世界には公開はしない。メールは送るよ。あとあのね、そのちょっと切ない話があって、海の日ツイートしたじゃないですか。1枚目がすごいこっち向いてて、2枚目が後ろ姿じゃないですか。1枚目私渾身のあの笑顔なんだけど、目開いてないねってリップが何個か来てて、あれは太陽光じゃなくて、太陽光で開かないっていう目じゃなくて、私って笑顔になるとこういう笑顔なんですよ。なんか本当に可愛い笑顔をしようとしたら、なんか隠れ辺とどめて目も大きく心がける笑顔が一番多分写真映えするんだけど、あの時すごいリコチが撮ってくれて、すごい笑かしながら撮ってくれて、面白くて、こういう私のガチ笑い、私ガチ笑いってこういう目なんですよ。だから目開いてないねって言われてさ、なんかその前日にそういうメール送ったから、みんなの先入観でさ、私の笑顔の目つきがさ、あの笑顔じゃなくて目開かないになっちゃって、先入観か、多分それじゃなかったらみんな思ってないんだよ。そう、私だって過去にああいうやつ載せたことあるけど、いい笑顔だねって来てたのに、あの先入観で、そう、これがこういう笑顔が、これが目開いてないって言われて、先入観植え付けてもうたと思って、自分の昨日のメールを後悔した。後悔しました。でも皆様覚えててください、みなみちゃん実はこういう笑顔なんです。あーって開いてないんです、私の笑顔は。逆に笑顔になりすぎて自分ちょっと視界暗い時あるもん。そう視界が可愛いね、すごいね、半角で可愛いねだったらめっちゃなんか思ってないみたい。そう、だから目開いてるんだよ、先入観だから。でも植え付けたのを私やっちまったね。
ていう切ないと思ってそう、あらららら、と思って。でもあのさ、あのツイート結構あの遅めにしたじゃないですか、夕方。あ、じゃあ朝から作っててそう、全然あの朝って言ってもまあお昼時ぐらいからあのツイートずっと作ってたんだけど、全然ね文章をすごく考えてて、なんか海の日とかそういうタイムラインを海でみたいな感じで、あのそれでもしかしたらそのタグで検索する人もいると思うから、少しでもなんか瀬戸内海の良さを瀬戸内の拠点とするアイドルで伝えたいと思って、で私は常に心から船長劇場があった時から港によって揺れ方が違うとか、そういうなんか私は ST 入る前まで他の県にほぼほぼ大阪とか遠足で京都とかにしか行ったことなくて、ほんと四国とかさ中国地方初めてだったから、こんなに海県が違うだけで海が違うんだっていうのは ST に入ってから知って、こうやって結構なんかまあ、そりゃそうでしょっていう部分ではあるんだけど、実際触れてみたらよりその強さが実感できるから、それを文章で伝えたいと思ったらどう書けばいいのかちょっと難しくて、なんかマネージャーさんに相談しながらやってたんだけど、ちょっと諸事情により今日私休憩がなくてだからちょっとマネージャーさんと相談しながらなんだけど、あと2分とかで始まるとかのタイミングでしか喋れなくて、なかなか進まなくてあんな時間になっちゃってそうだからなんかもっと本当はもっと早くして、なんかちょっとでもあのハッシュタグに盛り上げる一員になれたらと思ったんだけど、あんなに遅くなっちゃいました。めっちゃ温めてたツイート温めツイートでした。真面目で好感度高い文章でした。嘘、文章でも真面目って伝わるの私硬いって言われるんですよ、なんか砕けたツイートができなくて、硬いから私のツイッターって正直面白くないんだけど、そう言ってくれてありがとう、うん、笑える要素はないんだよ私のツイッターって、そう、あんまり考えずにこの笑顔が好きってツイートした。それでいいんだよ。これでみーちゃんの写真が太平洋か日本海だったらツッコめた。瀬戸内海。愛媛県でーす。愛媛県でーす。愛媛県でーす。なんかあの1枚目のツイートの写真のこの T シャツのとこがちょっとぼかしてるんだけど、文字が書いてるの、あれはなんで、あの多分うまくぼかしてるか、もしかしたら あれぼかしてるの柄じゃなくてぼかしてるんだと思うかもしれないんだけど、あれぼかしてて、そうまだ公開されてない仕事だからそうぼかしたないと、一応ぼかしといた方がいいかもねってマネージャーさん方となってぼかしました。公開されたらあのぼかしなし送りますわ、メールでぼかしなしのメール送りますわ。兵庫県の海の思い出はありますか？高校1年生の時に朝の5時に自転車で出発して、朝の9時に海に着いて誰もいなくて寒すぎてお昼前には帰ったっていうそう、でも海はとても楽しかった。ただ私たちの行く時間がバカだった高1だから元気でさ、自転車でさ遠い海に行くのが楽しくてさ、そう初めての電車に乗ったりとかさ、そうだから朝の9時に着いて、サップ誰もいない、海の日海の家も空いてないみたいなそうこれなんか前もなんか配信で話したことがあるんだけど、いつもなんかこれを話すたびに自分の青さ加減をなんか浮き彫りになる。青さ加減っていうか心配性っていうか、もっと早く行ったから、私友達女の子 1,2,5 人で行ったんですよ。5人で行ってた女の子と高校1年生の時に、みんなで自転車で行って、だからお昼時には多分今から混むよっていう時にはもう泳ぎ切っちゃっていっぱい楽しんで、
そう、一応寒いけどさ、高校生若いからさ、そんなん別にへっちゃらみたいな感じでめちゃくちゃ汗まくって、お昼時には疲れちゃって、だからもうその友達ん家に3時ぐらいに着いて、3時から全員で爆睡して、起きた夜の8時で帰ったっていう、なんか何今日一日何したっけみたいな。そういや、でもさ、海でめちゃくちゃ泳いだらさ疲れるじゃないですか。そうだから、そう、そう、あとあれですね、もうちょっと注意事項ですけど、まあ知ってる方も多いんですけど、みーちゃん住んでるし公表してないので、あんまりコメントに書かないでいただけると助かりますわ。そう、なんか一応ね知られてはいるからあれなんだけど、公表はしていないので、今知ってる方はもう別にいいんですけど、あんまりコメントに書かないでいてくれると幸いです。まあ実際ね結構知られてるので、あ、ダメなんだって思うか知らない方もいると思うので、今改めて言いますわ。お、48回目の訪問、あら好きだね。みーちゃんのこと好きだね。すまん、いいよ、多分知らんよね、わからんよね、それぐらい知られ、じゃあベートーベンさんがさ明かすからさ。ベートーク見た人はびっくりするぐらいさ、そう、私は何回ベートーベン、あ、それ公表してないんで、本当これ公表してないんでって、なんかもうノリみたいになっちゃったからさ、分かんないよね。だから全然、一応のお知らせって感じ、全然その悪意がないっていうのは全然伝わっているので大丈夫です。ベートーベンさんなんか非公式のさまとめてるやつみたいな、私のやつで情報を得たからさ、え、でもなんかプロフィールに書いてたよみたいな、それ非公式なんですよって言って、それ非公式なんですって。仲いい子に聞いた、私のリアル友達ってこと、誰と友達は私の、気になる、教えて、え、そういうことじゃない。そう、ベートークはもう無法地帯みたいな、でも楽しいだよね。そうそう、楽しいんです。そう、あ、そう、さすがの葵さんも焦ってた、女を出すよ、誰だ、誰と仲いいんだ、調べてください、ありがて、そうやな、赤いがな、もうここでいじってんじゃん、葵さん、葵さんと最近会ってない、心中察します。心中察しますってなかなか言われないよね。葵さんたちもね、ベッドベンさんたちも今ね渋谷公会堂のソロのあれに向けてすごく頑張ってるので、私も行きたいです、当日。野球の話、みーちゃんの学校の先生、あ、私の、あ、言ってるってこと、私の担任先生は多分ね言ってないと思う、あ、言ってるの分かんない。葵さんソフトに注意しときます。全然、葵さんもね私のことを少しでも私の良さが出るようにって調べてくださった結果なので、それがあったの1回だけなので、それ以来はちゃんと言わずにいてくれてるので、全然もう私が今話を逆にぶり返しただけは全然、兵庫県出身ですね、それは正解、出身です。あ、そう、先生大阪リアルにいらっしゃいます。そうなんですよ、なんか私別にこの人が先生ですとは言ってないんだけど、私の高校時代の担任の先生が大阪とか関西であるお話し会とかリリーブ特にを絶対来てくれるので、私別にこの人先生ですってみんなに紹介してないんだけど、まあ、バレてて一躍有名になってる、先生もそれに気づいてるのか分かんないんだけど、お話し会だからさ、マイクがある時代とかってさ、私が喋ったことが聞こえたりとかするじゃないですか、だから「え、先生!」みたいになって、そうリアルのお話し会も来てて、で私は先生は友達の名字とか言っても通じるから、私この前兵庫に帰って〇〇と〇〇に会いましたみたいな言ったら、先生が「あ、俺もな」みたいな、「近々〇〇と〇〇と飲みに行くねん」って言って、
うちで女子クラスだから全員今の登場人物全部女の子なんだけど女子クラスだったから「えそうなんですか？」って言って、先生のその飲みに行くっていう、飲みに行くって言ってるその元私の同級生が、私がすごく好きだった女の子、すごくちょっと誤解読むな、あの可愛くて推し、それこそその2人組、その2人ともどっちも好きで、あのなんか性格っていうか顔面が好きというか顔面なんだろう、すごいなんか好きな女の子って感じで、待ってみたいな、まるまるちゃんと会うんですか、あの本当に実は高校時代マジで可愛くて本当にマジで もっと仲良くなりたかったみたいなそうなんか伝えてくださいって言って終わって、私はリアルな連絡先も、その子の連絡先とかも持ってないから、私アイドルになった時にもう仲いい人しかいらないと思ったから作り変えちゃって、そうなんか一応アイドルになるからそういうとこはしっかりしようと思って、だから持ってなくてクラスメート、本当に親友とかしか持ってなくて、そうでその親友に今日先生来てみたいな、まるまると近々ご飯行くんだって、あそうなのみたいな、ただその子も女の子の子だけど、そうなんかうちらも行きたいねみたいな、兵庫行った時にまた先生に連絡取ろうみたいないう感じで、まあ、そういう風に私がリアルで普通にリアル先生と話すことなんてそういう話になっちゃうじゃん、そう私も先生ってもうね、ファンの多分みんなにしてる対応とやっぱ先生の対応もちょっと違うじゃないですか先生に好きだよとか言えないもん別に好きですけどね、あのめちゃくちゃ感謝はしてますけど、そうなんか私もなんかもう教え子の時の私に戻るというか自然とそういう話になるから、そうでなんか今は今のなんかね、今またその後ろの感じに聞こえちゃって、だから別に私も先生も多分隠してないから、そんな先生がいいならいいかなと思うから、そう別にいいんだけど、あ誰もありがとう、そうなるんですよ、だから私はみんなにみーちゃんとか、みなみとみーちゃんとかみーひんとかみなみちゃんとか、みんなになんか可愛くちゃんつけて呼ばれてるけど、先生だから石田はそう石田は最近どうみたいな、それこそ今はちょっとやってないんですけど、先生すごい今はちょっともう私の母校にいないので、先生ちょっと今何の部活の顧問してるかわかんないんですけど、私の高校時代だって先生はその放送部の顧問で、放送部ってあの放送部の大会とかがあって、それこそ声の喋り方イントネーションとかそういう競う抑揚とか競う大会があって、そういうのがとか先生自体もそういうのなんか勉強してたそういうの詳しい方だったから、あの私の一番最初の冠ラジオの虹色鉛筆やってた時に、初回放送の時に私は先生にフィードバック求めました。そうなんかパパのなんとかがパパイヤみたいな感じの、なんかそういうパパイヤパパイヤみたいなそういう作文だったんですけど、先生にフィードバック求めたら、そのなんか第一回の感想と良かった点としっかりアドバイスもいただけて、そのであ次から意識してみますみたいな、そうでだから先生があのなんだっけな、ちょっと先生のメール見返していい、そうあのなんか本当になんだろう、そういう知識を持っているからこそ言われた褒め言葉があって、それ以来私なんかそのラジオ今やってないからちょっとあれなんだけど、それ以来その言葉を喋るときにちょっと思い出すみたいな、でもそのいろいろ感想を言ってくれて、で結構アドバイスとかもいただけて、まあいろいろ言いましたが、昨日は泣きながらラジオを聞かせてもらいましたありがとうみたいな、でやったら最後にであのラジオの中でなんかあのバナーをクリックっていう場面があったんですよ、場面っていうかセリフがあって、最後にバナーをクリックの言い方は STU メンバーの中で最高にいいと思いますって言われて、そうバナーをクリックがいいわ初めて言われて、そう実際その当時の私もバナーをクリック初めて言われました笑って返してるそうなんか視点がさすがで、それ以来バナーをクリックって言葉を言うときちょっとそれがちらついてた、まあ、そうなんか私自身はその先生がそういうなんとかお話し会とか来てくれるのだけで合ってるから、
それプライベートとか兵庫に帰った時にはお会いしてないので、あとはあの言っていいか分かんないけど、あの神戸公演も当たったそうなので昼か夜かはちょっと内緒にしますが、神戸公演も当たったそうなので楽しみにしていますって来てました。でも先生は本当に自力で当ててくださってるので、招待とかはしてないので、してないって言ったらあれだけど、あのみんな平等、その先生だからなんか特別にって感じで来るわけじゃなくて、しっかり当ててきてくださってて、そう申し込んでるのも知らなかったから、そう、そうね、ありがたいよね。なんかその私でも高校卒業しても7年近く経つわけなんですよ。まあ高2高3の2年間の担任の先生で、私の本当に人生の中の一番の闇期の暗黒期みたいなの時代を支えてくれた人だったので、多分より多分そういう私を知っているからこそ、今の私の活動をすごく応援してくれてるからこそ、7年経っても帰ってきてくださるっていうのはありがたいなと思います。暗黒期、あの本当ちょっと学校に通えてなかったので、なんかそういうなんだろう、なんていうの、不良とかそういう意味の暗黒期ではなくて、なんか通えないというか未来が見えないみたいな、放課後に一回泣きながら、リアル泣きながら相談したことがあって、そのそのなんかその高校受験とかをさ、将来を決めなきゃいけない時でもう分かんなくて、そう先生すごい親身に放課後時間作ってくださって、すごい話聞いてくださってみたいな、そういう本当に時期をしてるから、なんか今の私がなんか楽しそうに毎日に充実性を感じながらこうやってくるのは、多分すごく響いているのかなと思います。私は本当に人に恵まれてる。20分にしていい男女を読むの、まだ話したいそう、私は本当に人生で一番の長所は本当に人に恵まれてることだなと思うので、今日はお話し会ありがとう、こちらこそいくらでもそう、なんか本当にファンの方を含め周りに素敵な人しかいなくて、支えられて生きてきてるなっていうのは実感してる。もともとまずそもそもの石田家が良すぎる、家族が素敵すぎて、家族なんか環境が良すぎて、なんかそれこそ学校通えてないってさ、親からしたら多分さ結構なんだろう、センシティブな話題だったりするじゃないですか。でそれで怒られて立ち上がる子もいれば、私は多分それが当時ダメだったんです。怒られたら多分より怒ることが別に間違いではないと思って、人によって怒られた方がなんかガツンときて立ち向かえる人もいると思うんですけど、私はそれの逆だったから、あの当時多分親とかに怒られてたらより多分もっと落ちてたなって今思うんですけど、でも私の両親はどちらも怒らなかったんですよ。学校に通えなかったこと受け入れてくれて、そうだからなんかそのママとかはテストの時だけ行くみたいな時もあったので、そんななんか1ヶ月とかはないよ、そんなあれなんだけど、1週間にその1週間5日間あったら2回しか行けないみたいな中途半端な感じだったんだけど、そうママはすごいテストの点とか良かったらすぐ褒めてくれて、単純だから褒められるならもっとよく頑張ろうみたいな、だから私は父親は褒めないんですよ。父親はそれもまあパパのパパらしいんですけど、褒めてほしいからパパが帰ってきたらあのテストの答案を褒めて見てっつって見て個人順位ね、総合順位初めて一桁になりましたって言ったらすごいな、ママとパパの子でそんなすごい子が生まれるんだって待って、うちのママとパパどういう人生やったみたいなそう、うちのね父親と母親はね、まあいわゆるちょっとなんだろう、不良みたいな当時で言う不良みたいな感じだったので、わかんないけど言われたことないけどかなって予想した、そんな感じ。
でもうちお母さんもね、お母さんお姉ちゃんも頭いいんですよ。お姉ちゃんの方が頭いい。そう、お姉ちゃんはすごく頭がいい。でもまあその分お姉ちゃんはすごく外交、お姉ちゃんはあの正直皆勤賞とかの人だったから、あの小中高と皆勤賞に命かけてますみたいな人だったから私のその状況はすごい、しかもお姉ちゃん部活でもうすごいすごいすごいあの優勝したりとか賞とかを取る、なんかすごい本当にもう優等生だったんですよ長女が。だからよりそれの反動もあって、私のその学校通わないとかはお姉ちゃんが一番厳しかった。次女も厳しかった。だから父母は何も言ってなくて、まあ、一言今日も学校行ってないんかみたいな言われて、うんみたいな感じで、でもそっからなんか怒られなかったんだけど、お姉ちゃんたちが一番厳しくて、私あのこれ本当に今これ何回も言うんですけど、バレー話のように言ってるんですけど、本当真似しないでねっていうことだけ、あの反面教師にしてねっていう意味でもう一回言っちゃうんですけどお姉ちゃん父と母は受け入れてくれてきて、やっぱ長女と次女は年齢が近い分その理解できない部分があるのも理解、それはある意味ね分かるから、厳しくてめっちゃあの見つかった時にはもう地獄っていう感じだから、私はお姉ちゃんたちにバレないようにどうやって学校休むかっていうのに、その当時はねあの時間をかけてて、いろんなとこに隠れてきた。私の家って全然あの広くないんですけど、どこに隠れるかっていうのが私の中のテーマだったから、あの未だに三姉妹でご飯とか食べた時、その話題になった時に今まで私が家のどこに隠れてたかっていうのを笑い話されるんですよ。カーテンの裏にもおったやろ、ベッドの下にもおったやろ、押し入れの布団と布団の間にもおったやろみたいなあやめて私のこの歴史がみたいなそう、確かにいろんなとこに隠れたのと思って、ただの押し入れに隠れるじゃダメなんですよ。布団と布団の間にちゃんと隠れてたんですけど、バレるんですよ。そうでみーちゃんのさ、何がずる賢いってさみたいな、まあなんか自分行きましたよ感を出してさ、汚いカッターシャツとかをちゃんと洗濯機に入れるみたいな、しかも自分が学校通ってる時間帯に誰かが帰ってきたらバレるか、靴もちゃんと押し入れに入れててみたいな、みーちゃんってそこはなんかあるような頭いいよなみたいな、やめて褒めないでつって、いやもう本当にごめんなさいみたいな、そういう当時ね高校生だけど、いまだにそう話題にされて、そうなんか部活もうまくいってなかったから、そう中1の時私は不登校が始まったのが小6からなんですよね。その週5、まあ、土日ないから週5のうち2回行けて3回っていうのは、多分ほんと5日間丸々通ったことがほぼないんですよ、小6から高3にかけて。で小6から始まったからさ、それはまあ歴史があるよね、私のそういう隠れ技術にも。もう笑うこと笑いながらね、今ちょっと神妙に話してもあれだから笑い事って言っちゃうんだけど、あの何も誇らしくない、何も素晴らしくない、良くないことだから、まあその私も私で通えない理由があるから、その通わなきゃいけないっていうか、通ってない人が悪いっていうことが言いたいわけじゃなくて、それをあくまで推奨してるわけではないっていうことだけ言っておきますわいろんなことがありましたから、そんな小6から高3でも長いじゃないですか、 そんな人だったから、やっぱ高2高3の2年間見てきた先生でもそうなってるってことは、家族がより私がね、あの今の私をすごくあのすごくなんだっていうのかな、良かったねっていうように見てくれる。そうアイドル好きだった、アイドルになれて良かったねっていうよりかは、今のみーちゃんが楽しそうで幸せそうで良かったねみーちゃんって感じで見てくれる。そうだからみんなが思ってる以上にみーひんって結構臭いセリフを言うんですよ。みんながいないとダメだとか、なんか今みんななんかみん今の私があるのはみんながあるからです、なんかよくあるなんかちょっとロマンティストみたいなちょっと臭めなセリフをさらっと入っちゃうんだけど、それは本当になんだろう、
その場限りの言葉じゃなくて、そういう過程があるからこそ結構ガチ度を持ってるというか そう、私は多分 ST に入らなかったらマジでそういう何かを継続して頑張ることのとなんか幸せさとか、人と人との出会いがどれだけ素敵なことかっていうのも ST48 に入らなきゃ知らなかったし、違う県に行っていた時の景色で価値観が広がるとか、そのインドアだったし、誰か人と新しい人との出会いも苦手だからバイトも苦手だったし、そうだから本当に STU はに入れて、アイドル好きだったからそういった点でもアイドルになれてよかったなと思うけど、そういう過去のことを踏まえたらマジで人生観が変わったっていうのがガチめにあるので、だからもし私がね今後 STU から離れる時が来たとしても昔の私には戻らないなっていうのは強く思う。なんか何かをやることの楽しさとかは知ってるから、その当時は知らなかったから選択肢がなかったんだけど、知ってしまったらもう選択肢がいっぱいみたいな感じに見えるから、そうって思うな。昔の私には多分ならない気がする。何かしらまた違う道になったとしても分かんないけどね、全然今考えてないからそういうこと。そうなんかね、人生をが輝いて見えだしたのは本当 STU に入ってからよきかな、よきかな、素晴らしい出会いに感謝押すことができることが幸せ。あ、本当そう言ってくれてよかった。 STU に入ってくれてありがとう。人生観を変えてしまうほど STU って偉大な、いや偉大ですよ。てかなんか多分普通に過ごしてたらあんまりできない経験をできることが多いので、それこそね昨日の片道6時間とかね普通になんか家で過ごしてたら経験できないことの方が多いので、ヒヒヒヒヒ。片道6時間ってそう大変なんだけど、まあある意味ちょっとネタにできるというか、そうって考えるとね、そこに住んでいるファンの方もいると考えたら、みんないつもこれぐらいかけて広島で来てくれてるんだなと思うと、本当になんか会いに来てくれるとか、それこそ今日お話し会がね、お話し会の話あんましないかったね、お話し会が今日全員と終わってしまったんだけど、お話をする時間を取ってくれるとか、みんなが私のためにしてくれてる行動って本当一つ一つがなんだろう、感謝というか当たり前じゃないというか、ちゃんとそれをちゃんと踏まえた上で、なんかみんなが来てくれるイベントとか、みんなと話せるイベントを大切にしたいなと思うから、その体調も崩さないようにしたいなって言いながら、ちょっとイベント重なった時に療養期間に入ったんですけどうん私はまあ人間なんでね、体調崩す時もあるんですけど、まあなるべく注意とかで怪我はしない、怪我してる私話す言葉の説得力がない、怪我もしてるああそうって感じですね。でも毎日楽しいです本当に楽しいです、イエーイあ、そう、怪我はね大丈夫ですよ全然って感じでございました。ということでそろそろ壇上見たいと思います。最後に最終アナウンス、今日の最終アナウンス、7月15日にタオを投げてくださった菊池さんいらっしゃいましたら、あのコメントの方を残してくださると幸いでございます。はい、ちょっ
閉まってる間に大丈夫います。13位、ディネさん、パチ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 。12位、神戸のマジさん、パチパチパチ。11位、ホーユーさん、いい日にファンとしてできることやるリコチ。お？リコチ？どういうことかな。10位、ハンマチさん、心の専門家として頑張るもん。ありがとう。パチパチパチ。9位、たけしさん、パチ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 。天使。8位、バーバブさん、パチ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 。7位、ポムさん、パチパチパチ。6位、ツヤツヤさん、パチパチパチ。5位、テレピーさん、パチ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 。5位、ナルさん、パチパチパチ。3位、パンダムさん、パチパチパチ。2位、千葉県さん、パチ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 。そして1位は、ダダダダンダダン、エビ様でした。パチパチ、ありがとうございます。それではキャッチエイドしたいと思います。私がどこどこって高くだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ。見つけたみんなことをしてみひん。ありがとうございます。兵庫県出身、石田みなみでした。パチパチパチ、ありがとうございます。そうなのですよ。ということで、まあ改めてお話し会、9枚目期間全日程ありがとうございました。本当に結構発表当時は、お、13日間もあるなんていっぱいあるな、やったと思ったけど、本当にあっという間に過ぎ去って、あっという間に最終日で、なんか私個人的に9枚目の期間が一番初めましての方が多かったなっていうふうに思ってて、9枚目から通ってくれて、今日最終日に絶対10枚目も来るからみたいな感じで残してくれる方もいて、それこそ昔から来てくださっている方とかは握手会時代も知ってるのに、お話し会も握手会ぐらい来てくれてて、そう、みんなみんなみんながみんななんかその好きになるタイミングとかそういうのも違うと思うんだけど、今こうやって好きでいてくれてるっていう、この今私が好きっていうことは、好きになったタイミングが違えど今は一緒、わかるかな、この瞬間はその出来とか関係ないというか、そう、今の私を応援して、今の私を支えてくれて、今の私を好きって言ってくれる人を大事に大事に大切にして、今後も生きていきたいなって盛大になっちゃった、まとめが。今後も生きていきたいなと思います。もちろんなんかそれはね、あの今私のところにはちょっといない過去にいた人とかもいるんですけど、過去は過去ですごい素敵なものです。過去の時代、過去の私を支えてくださってた方は、あのその人がその方々なので、その今いないかもしれないけど、その時を支えてくれたのはその方々だから、そこに感謝しつつ、今こうやって支えてくれてる方をもっともっと大事にしていきたいなと思います。お別れみたい、みーちゃん意外にね、意外にでもないんだけどね、なんかね、しれっとお別れみたいな言葉を残して有名なんよそんなつもりはないんだけど、あの私ってそういうこういうような話をなんかよくするんですよなんか感謝をねしてるって、感謝はしてるけど言葉で言わないと感謝って伝わらないから、その感謝とかそういうあの嬉しかったこととかを言葉にすることを大事にしてたら、いつもこういうまとめになるので、なんかこれがお別れの言葉だとしたら、私は本当1週間に1回言ってるレベルそう、なんか感謝とかね、なんか正直さ、なんかまあ仕事の都合でとか、ちょっと引っ越しとかそういうなんか何かしらでとか、もうちょっともうこういう現場ちょっと離れるとか、いろんなどこでみんながと最後かは分かんないじゃないですか。みんなの変な話、私はみんなに何月何日が最後みたいな感じに最初で言えるけど、私はみんなからそれ当たり前知らされないから、気づいたらいないなみたいなそう、気づいたらいないなっていう状態だから、そのなんだろう、私から会いに行くことはできなくて、会いに来てもらって、話しに来てもらって、なんか思い出を一緒に作れてるから、その今度言おうっていうのはやめとこうと思って、思ったら言おうと思って、そうそう
そうっていうのを心がけてたら、あの1週間に1回大感謝祭みたいなのがあの開催されるので、そうあのまた来週大感謝祭でお会いしましょうありがとうございました、ありがとうございました。ということでミヒンはインスタを更新したいと思います。ぜひぜひツイッターも今日のオフショットやら海の日とか載せてるので、お待ち、コメントいいねとかお待ちしてます。インスタもいいねとコメントお待ちしてます。ではではでは、インスタ更新していきます。また会いましょう、バイバーイ。あーあ、あとすごいヤンマガさん9月30日まで頑張ろうねってたくさん言ってもらったから、あの私ちょっと1週間に10日間に1回か10日間に1回更新だから、いつもなんか言うタイミング言う感覚が広いんですけど、離れてるんですけど、たくさんの方がみーちゃんの VLT の雑誌とか山賀さんのグラビアの感想とか言ってくれて、みーちゃんのグラビアしてる姿また見てみたい見たいってたくさんの方が今日また言ってくれたので、みーひゃんもみーひゃんもね自分で追加今まで更新されてから今日までずっとやってるんだけど、あの毎配信の時にしっかりあのこの話をしようと思いました。ということで山賀さん更新、今の段階では3位なんですけど、有料ランキングがそう3位なんですけど、延長されるごとに出るランキングなんですけど3位なんですけど、まだまだちょっと最終的な結果はわからないので、そう掲載したいされたいし、掲載されるからには少しでも多く大きく乗りたいので、最後の最後まで頑張りたいのでよろしくお願いします。どうやってそこのページに行けばいいのって方は、私の横にねピンクのルームの画面の横にみーちゃんをヤンマガ選抜へっていうバナーがあるので、そこに押してもらったらまず無料のページに飛ぶので、無料の方のグラビアを見てみたらいただいていて、えちょっと有料の方も見たいなと思ったら、ぜひ延長登録してまた延長とかしてくれたら嬉しいなと思います。ということで、あバナークリック、あもうちょっと慣れてなさすぎて、あここでまた出るので経験してないことがバナークリックしてください。ということで今日も一日ありがとうございました、バイバイ。あこれを外さないと終了画面が押せません、バイバイ。10枚目か、次が10枚目かアルバムかはちょっと私にも考えられないじゃん考えが及ばないのですが、あの何かが発表されして、またお話し会とかイベントがあったらまだ10枚目かアルバムかよろしくお願いします。ありがとうね、バイバイ。いい